イザリ川は、北海道エニワ市を流れる石狩川、水系地と瀬川支流の一級河川である。流路はすべて、エニワ市に属する。北海道エニワ市西部の札幌市と地と瀬市との、境界にあるイザリ岳の東に源を発し東へ流れる。エニワ市番尻にイザリ川ダムがあり、その付近でラルマ内川とイチアンコッペ川を合わせる。 さらに東に流れ、江は市街地付近で北東に進路を変え、江庭市伊ザ里部と付近で千歳川に合流する。川の名は、アイヌ語の、イチャンに由来。支流のイチャンコッペ川は、イチャンコペズ、あるいは、イチャンコロペに由来し、その支流のモイチャン川はの意味を持つ。その名に違わず、河川の上流部には、エゾウグイ、ウグイ、アメマス、オショロコマ、ニジマスなどが住む。 在来種のオショロコマは環境省のレッドデータブックにも指定されており、千歳川水系ではイザリ川とラルマ内川の一部でしか生息は確認されていない。さらに淡水に住む甲殻類では日本ザリガニが確認されている。四骨湖と札幌市を結ぶ国道453号がイザリ川の上流部を横切る。イザリ川ダムから東の江には市外までは 北海道道百十七号恵庭岳公園線が川沿いに走る。道道百十七号はダムの上流で伊ザリ川と分かれてラルマ内川に沿い、国道四百五十三号と連絡する。白線の滝伊ザリ川ダムは高さ四十五点五メートル、長さ二百七十点零メートルのロックフィルダムで、出水を主たる目的に建造され、九百八十年に完成した。そのダム港を えにわ湖という。えにわ湖の面積は1.1平方キロメートルである。伊ザリ川は、江別市、えにわ市、北広島市、千歳市に水道水を供給している。川から引いた水を用いた水力発電所もある。国道と同道の連絡により、上流部は車で容易に到達できる、降落地である。ダムより、上流の谷をエニ渓谷といい、支流のラルマ内川沿いには、 滝が多く、また紅葉の継承地として、江庭市より、ラルマ内自然公園に指定されている。ダム湖周辺には、南側の緑のふるさと森林公園と下流の桜公園がある。ありがとうございます。